東信 TV 大学ニュースでは全国各地の大学情報をお届けします。東京医科歯科大学は日本で唯一の医療系総合大学院大学です。知と癒しの匠を創造し、人々の幸福に貢献するを基本理念として、人々の健康と社会の福祉に貢献しています。キャンパスは江戸時代に学問の中心であった湯島の昌平坂学問所跡地にあり、ここは学問の聖地、近代教育発祥の地として知られています。今回は7月27日、7月28日の2日間に行われたオープンキャンパスのプログラムの中から、医学部の模擬授業、ミニチュア義手を作る歯学部の模擬実習、看護師さんから聴診器や車椅子の使い方を学ぶ医学部の模擬実習の様子をお届けします。ものづくりの楽しさというのを、実感できる、体感できる実習というのを考えています。入れ歯って聞くと、ちょっとおばあちゃんとかおじいちゃんがいないと分かんないんですけれど、短時間で作れると、そのミニチュアを作って、なおかつそれを記念品として持って帰れるというようなところをして、割と好評なんですね。みんな楽しんで帰ってくれるみたいです、はい。看護師としてとても大事なスキルがたくさんあるんですけれども、その触りの部分で実際に体験してみるというところですね。一度中に入ってしまえば、本当に目をキラキラさせながら体験される姿っていうのをよく目にしますし、深くいろいろ質問をしては自分の納得いく答えが返ってきて笑顔を見せる、そういった反応の学生さんもたくさんいらっしゃいますね。今日の講演の内容は、微生物との共存、微生物との戦いっていうタイトルだったんですけども、私たちが微生物とどういうふうに一緒に暮らしているのかと、微生物が実際に私たちを守ってくれているところがあるし、私たちの体の中にいる微生物のこうバランスが乱れることによってある病気になりやすい、そういう話をしました。最後に参加していた高校生に感想を聞いてみました。歯のキーホルダーみたいなのを作ったんですけど、それがまた新しい体験で、とても新鮮で楽しかったです。前から志望している学校でして、今日オープンキャンパスがあるから、親と一緒にどうって言われて、ちょっと来たんですけど、予想以上に楽しそうな学校で、今ワクワクしています。いかがでしたでしょうか？次回の東信 TV 大学ニュースもお楽しみに。